リードジャパンカップは日本山岳スポーツクライミング協会が主催するスポーツクライミングのうちリード種目の全国大会である。同種の大会としては国内最長の歴史を誇る。大会開催地選定や競技方式については右与曲折があったが2008年の大分大会からは毎年6月上旬に 国民体育大会リハーサル大会として、その年の国体会場で開催されてきた。2017年開催の第31回大会をもってその歴史に幕を下ろすこととなった。その後、2019年3月、第32回リードジャパンカップとして再開する。2020年2月28日、日本山岳スポーツクライミング協会は3月7.8日に、 カゾシで無観客試合にて開催予定の第33回リードジャパンカップについて新型コロナウイルスの感染に伴い延期する決定をした。今後は感染状況を見ながら開催場所や日時などを検討するとした。3月13日日本山岳スポーツクライミング協会は延期としていた大会について4月11日から12日に 開催することを発表した。また、今後の感染拡大の状況によっては、再度の延期、または中止も検討するとした。3月24日、新型コロナウイルス感染症が世界中で爆発的に感染拡大しており、日本国内においても決して予断を許さない状況により、再度、LJC を延期することになった。6月12日、延期していた。 第33回リードジャパンカップの開催を決定した日程8月9日から11日会場岩手県営運動公園スポーツクライミング競技場ありがとうございます